ただの岩にこそ気をつけろ。ようこそ、ナビゲーターのルカです。モノリス、それは世界各地に見られる一枚岩ですが、作られた理由のわからない謎の遺物でもあります。今回はそんな謎に包まれたモノリスに迫っていきましょう。世界のモノリス。モノリスの存在が広く知られるようになったのは、 SF 映画2001年宇宙の旅に登場したことがきっかけでした。この映画には石柱状の謎の物体が出てきます。このことから、現在世界中で見つかっている謎の石柱状の物体にはモノリスという名前が付けられるようになりました。世界中から発見されているモノリスには大体の共通点があります。それは金属製の柱の形であること、推定3メートルから6メートルほどあること、表面については磨かれているものもあれば、そうでないものもあります。しかし、この謎の遺物がある日突然出現しているということは共通しています。しかも、ありえない場所に立っているということも同じです。例えば砂漠です。アメリカのユタ州に広がる砂漠は、モノリスが世界で初めて発見された場所でした。野生動物の職員が公安局のヘリコプターに乗って、オオヒツジの個体を数えていたところ、モノリスを偶然見つけたのでした。ステンレス製の金属板が3枚接合した三角柱で、先端は地面に埋め込まれていました。容易に移動できない作りになっていたそうです。その時撮られた写真はかなり話題になって、写真に写った金属製の柱はそのままモノリスのイメージになりました。ただし、発見されたのはつい最近のことで、実際には2015年から2016年頃まで存在していたと言われています。設置された理由については分かっておらず、これがユタ州のモノリス最大の謎だとされています。1年くらいは存在していたとされるこのモノリスですが、ある日突然姿を消してしまいました。正体不明の男性グループが一夜のうちに持ち去ってしまったといいます。モノリスが設置された理由と関わっているのでしょうか。本当のところは不明のままです。2番目に見つかったモノリスはルーマニア北部の都市ピアトラネアムにありました。発見日はユタ州のモノリスが発見されてから約10日後です。ルーマニアのモノリスはユタ州のモノリスとは異なる特徴がありました。表面が磨かれておらず、ユタ州のものよりも雑であるという点です。これ以外はユタ州のモノリスと似ているので、ユタ州のモノリスを真似たのではないかという声もありました。ユタ州のものを真似たのではないにせよ、本物のモノリスではないという見方も少なくありませんでした。調査を行えば分かったのでしょうが、発見日から数日後には姿を消してしまいました。ユタ州と同じく正体不明の男性グループが持ち去ってしまったのでしょうか。そうだとしたら、ユタ州のモノリスとルーマニアのモノリスには接点が確実にあるということでしょう。3番目に見つかったモノリスはまたアメリカに戻ってカリフォルニア州アタスカデロのパインマウンテンにありました。見晴らしの良い頂上に設置されていたそうです。ユタ州のモノリスと発見された国は同じであるものの、このモノリスもユタ州のとは違う点がありました。それは地面に固定されていなかったということです。倒すことが簡単な状態であったようですね。それが直接的な原因なのかどうかは分かりませんが、カリフォルニア州のモノリスも男性グループによって撤去されてしまいました。その後は同じ場所に十字架が設置されていたそうです。4番目に見つかったモノリスはやはり国を同じくしてアメリカのネバダ州にあるダウンタウンにありました。5番目に見つかったモノリスは今度はヨーロッパに移ります。オランダのオーデホーン村近くにある自然保護区に立っていたそうです。オランダのモノリスは他のモノリスと決定的に違う点がありました。それは表面が氷に覆われていたという点です。このことからだいぶ前に設置されたものだと考えられています。6番目に見つかったモノリスはイギリスの南側の沖にあるワイト島で発見されています。島民が散歩をしていたところ偶然発見されたそうです。ワイト島のモノリスは高さが3メートルと高く、光が鏡のように反射していたと言われています。
7番目に見つかったモノリスは、やはりアメリカのコロラド州でした。それも各地で複数見つかったそうです。8番目に見つかったモノリスは、場所を移動してコロンビアの中核都市チアでした。畑に立っていたモノリスが目撃者に見られています。コロンビアのモノリスが他と違っている点は、これだけが黄金の色をしているということです。その理由は分かっていませんが、なんだか特別な感じがしますね。モノリスは目撃された数は多いにもかかわらず、設置された方法やその後の行方は不明のままです。これからもモノリスが発見されれば謎は解明されるのでしょうが、今のところ新たに発見されているモノリスはないようです。このように世界の至る場所で発見されてきたモノリス、日本はどうなのだろうと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら日本での発見例は報告されていません。見つかっていないだけで山奥にひっそりと立っているのかもしれませんね。モノリスを建てたのは誰？モノリスは多数立っているものの、それらが設置された理由は分かっていないとお話ししました。とはいえ、少なくとも仮説は立てられていて、そうした仮説が注目しているのは、モノリスの場所と作りです。モノリスは人目のつかない場所に立っていて、金属製になっています。人目につかない場所、かつ金属製ということですから、さぞかし運ぶのが大変だったことでしょう。一人では到底無理なので、複数人で運んだと考えることが普通です。このことから仮説の一つ目は、前衛アーティストによるパフォーマンスだとする説です。一部のモノリスが撤去された理由は、アート作品に対する反応が想定以上に大きかったことを恐れたからだとしています。実は、モノリスを撤去する様子を収めた映像が残っています。撮影場所は、なんとモノリスが初めて見つかった場所であるアメリカのユタ州でした。映像を見ると、複数の男性が作業をしている様子が確認できます。前衛アーティストのパフォーマンス説の主張する通り、彼らはアート作品に対する反応が大きかったことを危惧していたのでしょうか。必ずしもそうではなく、制作者が自分の作品を壊されることを防止するために動かしたのだという説もあります。専門家からは、そもそもモノリスがアート作品ではないという批判が起こっています。しかし当の制作者はこうした論争に沈黙を貫いています。人の注目を集めることで利益を得ているアーティストであれば、作品を芸術でないと批判する意見があれば、それに立ち向かっていくはずです。アーティストのこのような態度を不自然に思ったのか、また別の2つの説が提唱されました。その1つが、軍産複合体仮説です。つまり、戦争で利益を上げるような政治的、経済的団体による制作物ではないかという説です。この説を聞いて、ロシア軍によるウクライナ侵攻を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。この侵攻が第三次世界大戦を引き起こすのではないかと恐れる方もいるでしょう。世界各地で発見されているモノリスは、ある団体がこうした軍事的利用を目論んで設置したのではないかという人々がいます。もう一つは、地球外生命体によるコンタクトの証として作られたものではないかという説です。 SF の世界で語られる話だろうと思われるかもしれませんが、宇宙人は地球人の発想をはるかにしのぐ存在です。そのため、人目のつかない場所に金属製の柱を持ち込むことも撤去することも簡単にできるのは宇宙人くらいなのです。しかも宇宙人ほど高度な知能を持った生命体であれば、モノリス設置に何らかの意味を込めるはずです。モノリスが人類に対するメッセージだとすれば、私たちが最先端の科学技術をフル動員しても意味を理解することはできないでしょう。そうは言っても、近年は地球外生命体に関する具体的な情報が少しずつ集まってきています。地球外生命体はそもそも存在しないとさえ言われることもありましたが、最近では確かに存在するという意見が優勢になってきているようです。宇宙人が地球人に発しているメッセージをいつかは読み解くことができるでしょう。彼らは私たちに何を伝えようとしているのでしょうか。何のために金属製の柱を立てたのでしょうか。
この問いを明らかにするためには、柱を割ってその中に組み込まれている情報を分析する必要があるのではないでしょうか。さまざまな疑問が思い浮かびますが、その解釈は人々によっても分かれています。アメリカのサイエンス専門家は、モノリスが建てられたユタ州の砂漠には、地球の成り立ちの秘密が隠されていると考えているようです。その成り立ちの秘密とは、なんと地球の地形が巨大な電流によって作られたというものです。ユタ州の砂漠にモノリスが建てられたのも、地球の成り立ちの秘密を象徴しているからではないかと専門家は考えています。この意見が正しいとすれば、モノリスが設置された場所にこそ柱の意味を紐解く鍵がありそうですね。モノリスは宇宙でも見つかっている？ここまでモノリスの設置された場所が重要であるとお話ししました。モノリスは世界各地に立っているので、世界を巡ればモノリスの謎を解く鍵が見つかりそうです。ところが、地球から離れてもモノリスの謎を解く鍵は発見できそうなのです。というのも、宇宙にある惑星でもモノリスは見つかっているからです。モノリスを有している、そんな驚きの惑星は月と火星です。皆さんもご存知の通り、月と火星で生命体が活動していたことを示すはっきりとした証拠はありません。しかし、種々の事柄からそれを疑わせるような事実が見つかっています。まずは月のモノリスを見てみましょう。月で発見されたモノリスは、中国の探査機がその功績を挙げています。月面探査の目的で2013年に打ち上げられたこの探査機が撮影した月面写真には、横に細長い長方形の黒い物体が写っています。同じ場所で NASA も撮影していますが、不思議なことにモノリスらしきこの物体は写っていません。そのためアメリカ政府がわざとこの物体を写真から消したのではないかと言われています。その理由は後ほどご説明しましょう。また月面にはトンネルの入り口とおぼしきものも見つかっています。トンネルの入り口をくぐれば地下深くへと導かれるだろうと言われています。これに関してアメリカは何も言っていませんが、月にいる生命体に会うことのできる通路なのかもしれません。次に火星のモノリスを見てみましょう。 NASA の調査によって火星で生命体が活動していたらしいということが明らかにされています。 NASA のマーズリコネッサンスオービターは火星探査衛星を用いて画像を撮影しました。それを見た宇宙飛行士の一人は、石板のようなものが見えると感想を述べました。この感想は NASA の上層部にだけ共有され、内部に留める予定でした。ところが、この宇宙飛行士本人がテレビインタビューで素直な感想を暴露したのです。まさか火星に石板があるとは誰も思わないので、宇宙飛行士の発言は話題を呼びました。火星のモノリスなのか？と人々は期待を寄せましたが、NASA はこれはただの岩であるという見解を述べました。NASA は地球外生命体なんていないというスタンスを取っているからです。しかし NASA のスタンスを支持しないような証拠が調査結果に記されています。その結果はいずれも不可解でした。例えば火星にはモノリス以外にも人工的な岩や球状の岩があるというものです。人工的な岩は人の顔を模したように見えるそうです。ただ人工的に見えるだけで自然環境が作り出した産物であろうと思われるかもしれません。確かに火星では強風が吹き荒れていることから風が地形に影響しています。しかし岩が磨かれたような形や技巧的な形状、人の手が加わらなければ実現できないでしょう。こうした岩は映像に収められているので、見ようと思えば私たちも見ることができます。ぜひ皆さんもご自分の目で確かめてみてくださいね。NASA は調査を進める上で独自のルールを定めています。例えば、アポロ11号が月に着陸した地点の半径 2km 上空飛行を禁止するというルール。アポロ11号の着陸地点から半径 75m 以内に侵入することも禁止しています。宇宙の調査は燃料から人員に至るまで膨大な手間と労力をかけて行われます。それにもかかわらず、
調査能力を制限するようなルールを設けることは、何か重大な理由があるからなのではないでしょうか。その重大な理由が何かを隠すことだとすれば、NASA は私たちに言えない大きな秘密を握っていることになります。その秘密とは何なのでしょうか。一説によると、アメリカ政府は地球外生命体と1回目のコンタクトをすでに取り終えているとのことです。地球外生命体が存在することを知っていながら、それを私たちが知ることで混乱に陥ることを避けるため、地球外生命体の存在を隠していると言われています。実際に地球外生命体と接触したことを示す文書も残っているそうで、アメリカは地球外生命体と接触したことを隠すことで利益を得ているのではないかとさえ言われています。モノリスの正体とは、NASA は太陽観測機によって太陽の表面を写した写真を撮りました。その中に長方形をしたモノリスが飛び出していく様子が写っています。地球と同じくらいの大きさですが、専門家はこれを UFO だと見ています。それが UFO だとすれば、地球のモノリスとはどのようなつながりがあるのでしょうか。モノリスは自動操作できる装置を備えていて、小型の乗り物であると考えられています。見た目はシンプルですが、人類の想像をはるかにしのぐような複雑で高度な技術で作られているといいます。実はオーストラリアの企業と大学がモノリスとよく似た装置を開発しています。その名も地球のブラックボックス。オーストラリア・タスマニア州の西海岸に建設予定である鋼の建造物で、縦4メートル、横10メートル、奥行き3メートルというサイズです。名前こそ恐ろしいものの、地球でこれまでに起こったデータをボックスに蓄積し、未来に役立てようというプロジェクトです。このプロジェクトの大きな目的は、人類滅亡後にも人類はここにいたと分かるようにすることにあります。人類が滅亡するなんて、そんなことがあるのでしょうか。アースブラックボックスの公式サイト上には、人類は生活様式を劇的に変えない限り、気候変動やその他の人為的な危険が我々人類の文明を崩壊させるでしょう、と記されています。プロジェクトを実行する人たちは、特に気候変動に対する危機感を抱いているようです。そんなことから、アースブラックボックスは、基本的に気候変動関連の資料を収集し、日中にインターネットを経由して科学関連のデータをダウンロードするそうです。アースブラックボックス内部には大量のストレージドライブが保存されているので、すべてインターネット接続が可能だからです。電力を手に入れられなくなったらどうするのでしょうか。大丈夫。電力はすべて構造物の屋根部分にあるソーラーパネルから供給されているため、地域の電力網がダウンしても独力で電力を賄うことができるのです。それにしても、これほどの発想を誰が思いついたのでしょうか。これは学問的観点から気候変動に危機感を抱き、人類滅亡後の地球を見据えて人類の未来をどうにかしようと行動する真面目で純粋な人々が生み出した発想なのでしょう。実際にこのプロジェクトは非営利目的で実施されています。あるいはこの発想はモノリスが何であるかを知っているアメリカ由来のものかもしれません。モノリスは自動移動できる装置を持ち、かつデータを保存できるための容器であることを知っているアメリカは、オーストラリアが同盟国であり、最新の軍事技術を共有していることもあって、アメリカの持つ極秘情報を渡したのかもしれません。いかがでしたか？突如現れ、そして消える謎の構造物モノリス。その実態は、人類の存在を後世にアピールする建造物である一方で、国家、いや宇宙にまで広がるほどの膨大なデータと思惑を秘めた装置なのかもしれません。